宝剣岳は、長野県の基礎山脈にある標高2931メートルの山。宝剣岳は、基礎駒ヶ岳の南に位置し、登録の戦場時期カールからは、大きな岩峰として臨め、中央アルプスの代表的な風景に挙げられている。この戦場時期カールは、国内有数の建国であり、付近は、お花畑が広がる。急旬な岩峰であり、 しばしば滑落事故が発生する。南には極楽平、島田娘と呼ばれる雪形があり、その先の主稜線は宇津木岳へと続く。古くから信仰登山の対象であった。1795年に、麓の宮田村の小町や文五郎と、唐木五郎衛門が山頂に不動村を奉納した。山名は山岳信仰によるものとされている。 江戸時代後期には、江津で、釈上、岳」と書かれ、その後、剣ヶ峰とも呼ばれていた。1811年に、下諏訪のサビ本法師が、山頂に、重さ7貫目の釈上を奉納したことから、釈上岳とも呼ばれる。標高2600メートル付近の洗浄時期までは、駒ヶ岳ロープウェイで簡単に上がることができ、洗浄時期カールには、遊歩道がある。 方剣岳の登山道は、過去に、多くの滑落事故が発生しており、多くの人命が失われている。頂上を目指すためには岩場を登るための知識を呼び、同伴技術、標高の高い山の登山に適した服装や装備が、必要となる。また、ロープウェイを利用しすぐに頂上を目指す場合、体が低酸素の環境に慣れていないことから、 高山病にかかりやすくなっていることも留意する。山頂には高さ5メートルほどの先端が尖った巨石があり、巨石の頂上部は数とが立つことのできる程度の広さがある。360度の展望が得られるが、登る過去の際に注意が必要であり、岩登りの技術の低いものは、自己防止のため登らない方が無難である。山頂周辺は、森林限界の廃末帯である。 コバイケイソウ、コマウスユキソウ、チシマギキョウ、イワツメクサ、イワベンケイ、シャクナゲ、薬林道、秋のキ,キリンソウ、ミヤマキンバイなどの鉱山植物が、登山道で見られる。天狗山荘近くには、コマクサ園がある。宝剣岳山頂北側の山小屋宝剣山荘と、天狗荘宝剣岳と木曽駒ヶ岳周辺には、多くの山小屋などの宿泊施設がある。 中央アルプスの友人の山小屋はすべて完全予約制となっている。頂上基礎小屋のみにキャンプ指定地がある。宝剣岳は基礎山脈の主猟線上にあり、基礎駒ヶ岳や檜野岳へとつながっている。宇津木岳より望む、宝剣岳の周辺線上が岳から望む周辺の山源流となる以下の河川は太平洋と伊勢湾へ流れる。ありがとうございます。